新作ドラマがみんな大好き、まさかのタイムループ系。松岡茉優が教師役主演を務めてる、最高の教師っていう新作ドラマの1話がヤバすぎた。まず、主人公の松岡茉優いきなり殺される。それは卒業式の日で、教師役の松岡茉優が生徒の誰かに殺されて死んだかと思ったその時、なぜか始業式の日にタイムループ。私は1年後、この中の生徒の誰かに殺されるのだというところからドラマが始まる。衝撃展開ヤバすぎ。いきなり主人公殺されるなんて、度肝を抜かされるなぁ。そうなんだよ。何事かと思いきや、まさかのライムループ系って、なかなか、今までのドラマではなかった展開。方法めちゃくちゃ楽しそうじゃん。早く、ドラマの内容を最後まで説明しろよ。ドラマの内容は TVer で見ろよバカ。